皆さんこんにちは、武田塾の川野です。今回は本当に強い大学ランキング教育研究力トップ10やっていきたいと思います。なるほど、戦闘力の高い大学みたいなことですか。そう、まあ、戦闘力っていうか今回は教育研究力です。教育研究力、はい、戦闘力ってなんだよって話になっちゃうから、はい、今回はまあこのね教育研究力っていう切り口で紹介したいと思います、今回はこちらのね東洋経済さんの出している記事に基づいてね話していきたいと思うんですけれども、はい、今回のねこのランキングやっぱ面白いなと思うのが、我々ね普段高田先生の実際に大学に行った経験に基づいてとかね、いろんな大学おすすめランキングと出してるんですけど、今回はね定量的なデータに基づいてランキングを今回出しているのが、まあ、今回のランキングということで、実際のあるいろんなね数字をもとに今回出されているということで、うん、まあ、こういったデータもねたまにはちょっと触れていこうということでね紹介しています。そもそも教育研究力って何なんだって話なんですけど、今回3つの指標をもとにランキングがね付けられているということで、教育投資率、科学研究費補助金、教員1人当たり学生数という、こういった分かりやすいこの3つの指標で評価をされているということなんですね。なるほど。教員1人当たり学生数とかは、私の高校の学年集会でも言ってましたね。おうおうおう、公立進学校あるだと思うんですけど、国公立を押されることが多いわけですよ、はい、基本的にはね、その理由の一つが手厚さみたいな、国公立の方が学生に対して教員の数が多いから手厚いフォローというか、その指導を受けられるよみたいなのを国公立を押す理由の一つには挙げてる先生がいましたね、そうですよね。ただねこれね高校生とかだとさ、クラスの人数とか先生一人に対して学生何人かってそんな意味あるのみたいに結構思う子もいると思うんですけど、これはね実は私自身も実際に経験して思ったことなんですけど、はい、例えば普段の授業とかって1人対100ぐらいのめちゃくちゃ大ホールとかでさして本当ね、はいはい、一こう視聴者みたいな感じで教授の話聞いてんだよね。高校生分かんないと思うんですけど、高校ってまた40人とかで授業受けるじゃないですか、日じゃないんですよ。そうそう、まあ、毎回が学年集会みたいな。そう学年集会なのまさにね。でめちゃくちゃさ先に先生いるんだけどさ、すげえちっちゃくてさコンサートかみたいな黒板見えねえしみたいな感じになっちゃって、はい、そんな感じになってくると、はい、例えばじゃ授業が終わってみんなさ最前列まで行って黒板写真撮ったりとかするぐらい、後ろからだとそもそも結構見づらかったり聞こえづらかったりとかね、先生もマイク使ってんだけどさ、まあ、先生とコミュニケーションなんてそもそも取れないの。基本的に一方的に聞くみたいな感じになっちゃうんだけど、そっからねゼミっていうのにね3年生になってこう参加するようになるんだよね、ゼミって何かっていうと、もう先生と多くても十数人ぐらいだと思うんだけど、その教授の下でこういろいろずっと継続的に学んでいくみたいな、はいはい、理系だと研究室みたいな言い方をすることが多いですかね。そうですね。で学ぶようになったんだけど、そうするとね教授との距離がめちゃくちゃ近い。講義の時はね、なんだ50メートルぐらい先にいた人が1メートルぐらい先でね授業を受けられたりするわけですから。そう、先生こうじゃないんですかとか、自分はこう思うんですけどなんでなんですかみたいなことを対面でできるみたいな、めちゃくちゃ貴重だよね。大学の教授にさ、その直接聞いて自分はこう思うんですけどどうなってるんですかとかって、それによって回答を得られるし、あとはまあその教授のいろんなねその海外での研究とかそういった経験とかを裏話も含めて直接聞けるみたいな。さらにねちょっと踏み込んだ話をしちゃうとね、プライベートでもやっぱこうねどんどん関係ができてね、授業終わりにはね教授とねちょっと食事に行ったりとかしながらね、実際そこどうなんですかみたいな、いろんなね語り合いながらとか、そこで勉強だったりそれ以外のプライベートな生き方についてとかさ、そんなところまでこう踏み込んで語れるぐらいの関係ができるみたいな。川野先生、はいはいはい、教育研究力が強い大学を教えてください。あ、そうそう、これが一人当たりのね学生数少ないといいよっていうことだよね。あとは教育投資率とか、まあその研究にどのぐらいお金かけられるとか、科学研究費補助金なんていうのは科研費とか訳されるんだけど、そういった科学研究にどのぐらいお金をね投資してるかっていうことって研究の充実とかにつながっていくわけですね、はい、ということでこういった3つの指標から今回ランキングが出てます。今回そちらをねまずはねトップ3ちょっと予想しながらまずは行きたいと思います、はい、そうするんですね、答えを見ちゃいました今見ちゃった。ちょっと待って、今トップ3みんなと一緒にちょっと予想しながらやってほしかったです、はい、一旦記憶消してもらって、じゃあトップ3行きます、はい、第3位東北大学。東北大学はなんと教育投資率がポイント高かったみたいですね、これがまあ東大京大を上回ったと。ちょっと分かりづらいこの教育投資率っていうのが、教育とか研究費にどのぐらい大学が支出として割合割いてるかってことで、科研費っていうのは大学の研究者とか研究グループに国から交付されてる補助金のね額だったりするわけなんですけど、この東北大学は特にね3つの指標のうち教育投資率がめちゃくちゃ高かったということですね。これで第3位ランクインしたということですね、大学として、数字面で教育に力を入れてるってことがまあ分かるという、そう、東北大学に行くと教育、それだけコストをかけた教育を受けられますよということになるわけですね。第2位京都大学、これ第1位も言っちゃうんですけど、第1位東京大学。
っていうね、もう東大京大が並んでくるっていう、もう納得の結果なんですけど、まず第2位の京大から見ていくと、この家計費がまあ東大に次いで2位と、教員1人当たりの学生数、これ東大よりは若干少ない。で東大はもう総合ランキングで1位で、家計費これはもう例年圧倒的ということですね。もちろん教員1人当たりの学生数も高いレベルにあるということで、まあ1位ということですね。トップ3、東大、京大、東北大はもう特に大学に入ってからの教育を手厚く受けられる大学と言えるわけですね。他のねトップ10一気に見ていきたいんですけど、こんな感じ、ドン。上位10校あるうちの、まず国立がこの7校を占めていて、私立が7位の順天堂をトップに、9位に慶応、10位が東京医科大学が入っているという結果になっているわけですね。医学部はなんとなくね、うん、分かりますね。そう、医学部は国からね補助金もたくさんもらいつつ、大学としてもお金をそこにかけているっていうのが伺える結果となっているということですね。特に医学部になってくると、まあ、この教育投資率はやっぱり高くなってきますし、でさらに教員1人当たりの学生数も少なくなってくるということで、やっぱり医学部になってくると、はいはいはい、まあ、この順位が高くなる傾向にあるということが伺えますね。で一応9位に慶応、慶応も医学部あるか。そうですね。ということで、はい、医学部だったり薬学部あたりを持ってる大学が結構上位にランクインしてくるということですね。特にねこの上位の10校の順位、これね昨年もこのランキング出してるらしいんですけど、はい、全く同じということで、なるほど、ここら辺は結構安定的なね数字になってくるのかなと思うので、うん、まあ、自分が行きたい大学のランキングね、ぜひこちらの本参考にしてもらって見てもらえると、どのぐらいね教育とか研究に力入れてるのかなっていうのが、この数字から結構見えて面白いかなと思って今回紹介してみました。大学って受験勉強のゴールちゃゴールなんですけど、入った後に勉強する前提なので、どういう研究環境に行くかっていう選択でも大学受験ってものはあるじゃないですか、はい、だからそこ見てる人がいるんですけど、高校生でもしっかり見えてる人が、ただそこまでは何も考えずにどうしようって言ってるのは、まあ、てかそっちの方が多数派なのかなとは思うんですよね、はい、自分が学ぶ場所の特徴って、まあ、オープンキャンパスとか、まあ、説明会とかがあったら、そういうところでその大学のもうちょっと表面的には分かりにくい、しっかり調べたからこそ分かる魅力みたいなね、ところがまあ分かるといいのかなと。まさに結構大学受験ってなると、どうしてもその偏差値だったりとか、なんか有名な聞いたことある大学とかっていうところにやっぱ注目しちゃって、とりあえず入ることばかりが意識向きがちなんだけど、大学ってその入った先でこう何を学ぶかにまで目を向けられれば、よりねその大学に入ってこうやって頑張りたい、だから今もっと頑張ろうって、今の勉強のモチベーションにもつながってくると思うので、ぜひね機会があったらこういった情報にも目を向けてもらえるといいかなと思います。ということで、ぜひね気になる子は見てみてください。今回以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。